日曜日ですね、午前10時になります。今日はですね、お昼にエビを食べたいなと思って、前も一度行きましたけど、ラムイントラの方に釣りに行きたいというふうに思っています。はい、今グラブを待っています。はい、グラブ来たんでこれ乗ります。可愛い車です。乾杯。はい、ということでここがエビの釣り堀です。ちょっとね、遠いんで、郊外、少しあの街中からは離れているので、タクシーで来ないと無理ですね。ここは誰か、ルンコン。あ、いっぱいいますね。普通の、釣り堀、エビ釣り登り場って水に色がつけてあるんですよね。で、見えないんで釣りにくくなってるんですが、ここは逆に水に色がついてなくて、ほぼ入れ食いというか、あの簡単、結構簡単に釣れることができるようになってるんで、逆に割高になってるんですよね。だから調子に乗ってボンボン釣ってるとですね、すごい高いお金にかかっちゃうんで、気をつけて釣らないと、いけないです。それが、Yes, ヌンコン。日本人ね。そう。こんにちは。あ、こんにちは。Bissing. うん。じゃあ、何件ドライバー。Okay.はい、ということでビール注文しました。ここはもう多分お客さんほとんど日本人なんですよね。ありがとう。はい、ということで、今もうすでに入れてくれましたので、はい、つけますね。はい、釣り始めます。多分すぐ1匹釣れますよ。はい、簡単にこうやって釣れます。という感じですね。はい、ということで、こういう風に頼むと、コールドビールとかを出してくれますので、飲みながら、遊ぶことができます。もうさ、ものの 1,2 分で1匹釣れましたのでね、さっきも。はい、あっという間に釣れると思いますわ。はい、こんな感じで、何匹か釣ってお昼ご飯食べたいと思います。ですね、7匹釣ったんですけど、3匹はこういう風に、焼いてもらいました。頭もこうやって取ってくれますね。どうでしたか？大きいでしょ？超美味しいですよ。はい、取れたてですからね。はい、で、残り3匹は、中華風の蒸しにしてもらったのと、あとチャーハンを入れてもらいました。エビね、すっごく美味しいですよ。5分ぐらい前まで生きてたエビですからね。非常にプリプリしてて美味しいです、塩焼き。で、こっちはチャーハン。さっきも言ったんですけど、ここ料理も結構レベルが高くてですね、美味しいんですよね。料理全部で揃いました。最後はこの、エビの中華ソース蒸しということで、さっき釣ったエビたちを全部調理してもらいましたので、食べたいと思います。一人じゃちょっと多いな、これ。はい、頑張って食べます。ということでですね、エビの釣り堀の方を、楽しみました。ご飯も食べて、やっぱりいい値段しますね。1845バーツということで約8000円です。釣って食べて、まあ結構割高ですけれども、
まあ楽しい遊びだと思いますので、ね、一度よければぜひ行ってみてください。はい、ということで、ラムイントラのエビの釣り堀終わります。ありがとうございました。はい、おはようございます。エンプリアムスイートです。朝食を食べに行きます。はい、これからね、朝食を食べに行きます。無料朝食ということで、バイキングスタイルでございます。はい、かワンパスオーケー。あー、あそこは？あー、オーケー。
そうだ。オッケーマイ。オッケスイミングプールにやってきました。エンポリアムスイートの中でですね、私が最も気に入ってる理由の一つはここのプールなんですよね。いつも比較的空いているのと大きい、ということで、大半をここで過ごすことが多くて、もうこれのためにここに泊まってると言っても過言ではないぐらい気に入ってる場所です。今日はソンクラン中ということで、昨日ちらっと来たんですけど、やっぱり人は多かったですね。少しいつもね2人ぐらいしかいないんですけど、5人ぐらいはいるという感じで、まあ、それでも5人ですけどね、はい。でプール、前回はメンテナンス工事をしていて、9月に来た時は入れませんでした。工事中でということなので、プール自体に入るのはもう1年ぶりぐらいという形になります。ちょっとタイルなんかも張り替えたようで綺麗になってますね、はい。いつもね本当に、誰もいないんですけど、今日はやっぱり休暇中ということもあって、割と人がいますね、はい。ぐるっと一周するとこんな感じです。誰か。で、真正面見るとここエンポリアムの7階になるんですが、真正面に見えているのは M クオーティエ、下に見えているのは、BTS のプロンポンステーションです、はい。ということで、もう都会の超ど真ん中のホテルという感じになると思います。水色が生えてね、非常に綺麗な感じで、リッチな優雅な気分になりますよね、はい。でいつもはあのソファーベッド、あの3つあるうちの左が一番気に入ってるんですけど、今日はやっぱり日曜日とソンクラが重なってちょっと混んでいるので、まあ後で開くと思うんですけどね、こっちのスペースにしようかな、はい。ここのスペースを占有させていただいて、ゴロゴロしたいなと思います。